私の名前は石倉と言います。昔からある伝統文化の大館曲げわっぱ、当社は1959年創業しております。日本の伝統文化曲げわっぱは江戸時代約400年ぐらいの歴史があります。今現在もその技術と技を継承しております。曲げわっぱの作る順序は、秋田杉を板状にして木を煮る、そして曲げる、そして桜川で縫う。それから底を入れる、それから塗りをします。以上。今後も次世代に継承していく必要があると考えております。